直接、五木さんたちが、WWF からもらったんじゃなくて、ムーラの方に払われたってことなんですか？で、ギャラは直接自分たちだよ。だけど、そのレント、家賃、アパートの家賃はムーラの持ち物だから、ムーラが請求してた。それで、日本からほら、送ってもらったりしたものが、ネズミに、試合に行って戻ってきたら、ネズミにかじられちゃって、すごい。それで、そう、もうザラなのよ、もうネズミなんて。本当に。それで、って言っても、それすっごくショックで、貴重なもそうですよね。の。それで、オフィスに言ったのよ。えって、君たち、トレーラーハウスにいるのって、アパートにいる、住んでるって聞いてるけどって、違うって、私たちトレーラーハウス住んでてって、もう冬ね、冬もいたから、すごい寒くて、もう、島風がすごくて、自分ね、テープ貼ったりとかしてたわけよ。それはダメだって言って、それから、普通のアパート、一軒家の、まあ、ワンベッドルーム、に移してもらってっていう感じ。だから、それで、それまでのりおが、日本で車の免許持ってたから、国際免許に書き換えて、で、それでいろいろこう、近所は車でレンタカーも出してもらってたから、そうそう。で、モール行ってご飯食べたりとか、でも、自炊するのは私が作るので、のりおが片付ける子、のりお料理できなかったから、そんな役割分担も自然とそういうふうになって、で、で、休みの時にはムーランのところで、練習だったんですか？練習、練習。練習があるからそこにいなくちゃいけなかったっていう感じですね。そうそうそう。だから、それもさ、リングがあるのよ。家の横に。それで、やれさ、ジャイアントスイングやれとか、他の日本でいう先輩たちが使ってる技、ちょっとエンジン切れはちょっと使っちゃったんだけど、幸子さんの。で、ジャイアントスイングなんかできないじゃん。あんなの練習しないと目回っちゃうし、そんな、できないとか言ったことあるよ。で、休みの日に、のりおが運転して、ショッピングモール行って、で、もう英語ももう本当、全然喋れないから、でもほら、よくピザ屋さんとかあるじゃない？で、そこ行って、ピザをオーダーしたのはいいんだけど、こう順番に並んで、こう焼けるのもこう見えるじゃない？で、あれはあの人たちだよねって言ったら、本当にワンスライス、ちゃんとこう言って、でもさ、あれさ、私たちのかな？いや、そんなでもちゃんと言えたよねみたいな話して、違ったのよ。一人、ワンパイ。ホールというか一枚。そうそう。で、こっちのワンスライスって大きいじゃん。だいたい8スライスあるんだね。でも、ワンスライスがすごい大きいじゃない？それが一人、もうほんとホールが一個ずつ。それで、なんか、いや、間違ってますとも英語で言えなくて。で、二人で一個ずつ箱、こんな箱持って食べてたら、隣のアメリカ人の人にすっごい嫌な顔されたのよ。何このアジア人。よく食べるなみたいな。食べれないよね。今でも食べれないよ。今でもデリバリで、何？ワンパイオーダーしても、もう息子たちがいないと食べれない、食べれない。せいぜい食べても2枚ぐらいだもん。それはすごい、覚えてる。楽しかった、いろいろ。今思えばね、仕事もまあ、ハードだったけど、毎日飛行機に乗って、だって、だけどほら、ブルちゃんの場合は、一人じゃん。だから、すごい、大変だったと思うよ。うちはほら、まだ言ったって二人いるから、心強いですよね、誰か言ってくれたら。だって役割分担が、ホテルのチェックインは私がして、みたいな、なんかちょっと、なんかこう、役割分担が、決まってたから、だいたい車のシェアで乗せてもらうのも、なんかのりおが、何時に、
くればいいみたいな、なんか、そういうの言ったりとか、だから一人でやってたから、本当それはすごいと思う。自分で探してなんていうね。いや、マジで、冗談抜きで、本当、いやー、すごいなと思うよ。私一人だったらできないもん、絶対、そんなの。できなかったと思う。なんかよく一人、私も一人でやっても、よくここまで英語覚えなかったなっていうぐらい、英語覚えてしまって。本当に。英語覚えなトいよレイニングね。やってましたよ、よく。いや、ジェスチャーで。ジェスチャーでやってました。私たちは、必ず、レイラリーとかに言われたのは、必ずホテルチェックインしたら、ホテルの時計を必ず見てって言われた。やっぱ時差があるから。そっか。だから、昨日までは、ね、1時間、2時間、早いとこにいて、遅いとこにいてっていうのが、それぐらいもう、本当に、飛び回ってて、ね大きいとえ、ころですね。ねいや、でもすごい楽しい。ってことは、最後の方はもう、のりさんと2人ですごいアメリカ楽しいっていうイメージにえ。なってます。そうだね。私がすごい一つ覚えてるのは、もうのりさんと五木さんが、日本に、撤退して帰ってこられた時、一回。撤退して帰ってこられた時に、多分ロシーかなんかに、五木さんが、アメリカ行きたいっていう話をしてて、絶対に、町はもう一回呼んでくれると思うから、その意思を伝えてほしいっていうことをなんか、ロシーに言ってて、で、なんか、多分日本の前兆としては、もう絶対行かしたくないから、多分止めてたと思うんですよ。次に行きたいって、また五木さんが言ってたんですけども、それ多分止められてて、もう、バレないよ、みたいな感じで、ロシーは言ってて、でも自分たちはもう行きたいからっていうふうに話してるのを聞いてます。聞いたことがあります。聞いてだっます。て荷物を置いてきたんだもん。戻るいとや、思う。ぜ、で、あの、また、呼ぶからって言って、ムーラのアパートに、本当自分たちのもの、着る衣類だけ持って帰ってきて、で、歌も歌うかもしれないから、歌の衣装も持ってきてって、会社、こっちの、オフィスの人に言われて、歌の衣装とか、そういうのも持って行ってた。で、その前にね、クリスマスバケーションってあるじゃない？あった？クリスマスバケーションって。わかんないです。12月あれ。私たち、クリスマスバケーション2週間あったのね。その時に2週間あるんだったら日本に帰れるから。休みがですね。ホリデーのね、休み。2週間あったから、日本に帰りたいって言ったの。2週間あったらね、過ごせるじゃない。帰りたいって言ったんだけど、ダメだって言われたの、会社に。なんで帰ったらダメなんですかって言って。で、そしたら、要はだから、里心ついて、アメリカに戻っ帰ってて、こなくなっちゃうんじゃないかって思ったんですね。そうすると、もう困ると。で、もうヨーロッパ遠征も、で、決まってるし、カナダの方も決まってるし、ってスケジュールバーって言われて、で、その代わり、アメリカ国内だったら、会社が全部払うから、ホテル代も全部、飛行機代も全部払うから、2週間、好きなとこ行っていいって言われたの。ってなると、ニューヨークしかなかったわけよ。ね、知ってる人っていうか、日本い人るもの。多いし、で、じゃあニューヨークに行きますって言って、で、ニューヨークに2週間遊びに来てた。わあ、すごい。だから日本は帰らないでくれって言われて、そう。だからちょうど、その、で、で、それで、今度、日本で、ダンプちゃんと大森さんとデビルさんが同時引退したんだよね。引ダ退。ンプさんと大森さんが、で、デビルさんと、で、同じ、時か、その前後か分からないけど、3人まとめて引退して、
で、私たちはまだ1ヶ月遠征期間が残ってたの、契約がこっちに。そしたら会社が JB 呼び戻せって言って、で、帰ってこいコールになって、帰ることになって、でも、って言って、でもこっち側は、いや、絶対また、戻すように、戻ってきてもらうように、するから、って言って、荷物をムーラーのところに置いて帰ったわけよ。もう完全にそしもたら、う戻もう、ってくるないって言われて、戻ることないって言われて、で、帰った後に小川君が、私は知らなかったんだけど、のりおから聞いた話だと、小川君が凱旋帰国の JB をパンフレットの表紙にしたんだって。その時、堀田と西脇を売り出すっていう会社が、もうそれにもう行ってたから、会長が目の前で破いて捨てたんだって。堀田 JB 表紙にしたって、西脇と。堀田はこれから売り出すのにって言って、破れたんだよって言って、って言って、ダメだって言って、それで作り直したんだけJB の表紙を破っど。会場は。パンフレットの表紙を凱旋帰国でって、小川君が表紙にしてくれたんだけど、表紙にしますって、で、そのサンプルか何かをこう、じゃね、会社、社会長に見せたら、ダメだ、こんなダメだって。JB 表紙にしたじゃあもう会社は、なんだっけ、だと、西脇のファイアジェッツを売り出すってなってるのに、呼び戻しちゃって、しかも、五木さんたちはもう一回アメリカに行きたいっていう意思はあったのに、行かせてもらえない形だった。だっで、たと思う。その時って、絶対行きたかったですよね、またアメリカに。よかった。その前だっ日、てもうその後だもレッスルマニア3に出る予定だったんだ。だから私がもうイメージして、もう曲ももう決めて、衣装もこれで出ようっていうのがもう決まってたの。で、レッスルマニアに出るはずだったの。もうブッキングされてたの。メンバーに入ってたの。だから中でもね、歴史的に残るレッスルマニア3に出れてれば。って思うと、ちょっと残念だったけど、その時に行きたいけど行かれないっていう前兆のやっぱ会社があって、もう前兆をやめてまで2人で行こうかっていうふうにはなんなかったんです。